はい、こんにちは、にゃでーす。てことで、魔法石225個配布なのですね、年末年始のパズドライベント情報いろいろ出ておりますので、一個ずつ見ながらですね、みんなで一喜一憂していこうと思います。よろしくお願いします。ぜひね、高評価よろしくお願いします。パズドラのね、情報も頑張って投稿しておりますので、ぜひともですね、高評価だけでも押してくれるとモチベーションになるんで、よろしくお願いします。はい。私、寝起きで滑舌が、はい、いきます。さあ、よろしくお願いしますね、高評価。で、まずなんですけど、今日出てる情報ですね。黒メダル攻撃キャラクターのこの情報であったりとか、月食えの情報まで出ております。あとはですね、こちらですね。年末年始のイベントをね、まとめて紹介しようと思っております。で、魔法石の配布は、まあ、225個ぐらいですね。はい、まあ、もうちょいあるかもしれないし、もうちょい少ないかもしれないけど、まあ、多分多いと思います。230ぐらいはあるか、230ぐらいあると思います。はい。まあ、そんなぐらいでですね。はい。そんなぐらいでございます。はい。で、まずですね、ちょっと一番気になってるこちら、来月の交換所モンスターから見ていこうかなと思います。魔法石はね、後で喋ろうかなと思います。はい。まずはこちら、エアクルでございます。ということで、エアクルが、エアですね、効果の弾。もうエア持ってるかどうかもわかんないわ、自分が。はい。誰なんですか、エアは。はい。で、性能こちらでございますと、これ大きくできないタイプでございますね。はい。消せない場合の、見えるかな？はい。大きくしますか？はい。よし。さあ、これで大きくなりましたね。さあ、エアクル性能なんですけど、消せない場合の覚醒無効を全回復。一旦の間、7、6番目になってスキルが進化ということですね。で、進化後のスキルがこちらでございます。消せないマインド覚醒無効を全回復。で、7、6番目にしてスキルが進化。進化後のスキルが5ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効を回復。あれ半減、あれ、アマテラスドラゴンじゃん。アマテラスドラゴンのパクリキャラクター出ました。はい。超覚醒が4色強化プラスで、火力覚醒も4色強化プラス持ってますね。はい。で、回復努力を持ってて、回復と火力を兼ね備えたアマテラスドラゴンのパクリキャラクター出ましたね。なるほど。って感じでございます。まあ、性能これだけかな？はい。アシスト武器もありますね。確認しましょうか。回復努力に月分2個。で、消せない前の覚醒無効回復2ターン、ダメージ無効。ダメージ無効ね。これはメインメイトータス武器ですね。と同じ性能しております。ということでございます。はいはい、なるほどね。そういう感じらしいです。はい、ということで画面戻しました。はい、で、あとですね、一部モンスターの能力調整、エアです。エアって一体誰なんでしょうか？はい。小学生が 7C プラスと4色プラスでございますね。はい。で、12ターンのスキルで一旦の間、76万名参考モカさん、80% 軽減でございます。なるほどね。はい。で、バインドスキル、スキルジャッジとか持ってますけど、まあ、どうでもよさそうですね。はい。リーダースキルは、全パラ、じゃないわ。攻撃力が5倍、4秒延長、激減。5倍、30倍、4個もかさん、うん、うん。はい、です。はい、エアです。はい、ですね。はい、あとは、その日に、1月にラインナップするモンスターですね。カリンドラゴンと、アマテラスドラゴンと、メタルポルックスでございます。ということでございました。なるほどね。今月というか、まあ来月は、アマテラスドラゴンの水キーバージョン、多色バージョンが出るよということみたいですね。はい。ということで、1月の交換所キャラクターでございました。さて、続いてね、皆様、お待ちかねかもしれません。魔法石情報いこうと思います。まず、225個、まあ230個近くのうちの120個、こちら、こちらでございますね。1月のクエストダンジョンでございます。はい。いつも通りですね。はい。で、いつも通りです。これも、クリアですね。すると、黒メダルだったりとか、経験値ストック、あれ、こんなもらえてたっけ？なんか、あれこれ前、12月そうだったっけ？はい。全部の難易度に経験値とかのね、プラスポイントがあるみたいですね。はい。コインとか、モンスターポイントとか、玉ドラとか、はい、そうなんだ。みたいです。はい。これ、今月からじゃない？はい。来月からじゃない？今月からあったかな？はい。こんなだったっけ？これすごくない？まあ、別にそんな大したラインナップではないんですけどね。はい。まあでも、まあ嬉しいですね。はい。おまけみたいな感じですかね。はい。ということでございます。1月のクエストダンジョンでございました。またね、動画出すんでよろしくお願いします。あ、てか EX なくなってる！ EX 不評だったんやろうな、きっと。EX なくなってます。はい。あのコンテンツは終了しましたということですね。はい。ということでございます。1月のクエストダンジョンでございました。はい。またね、私はね、レベル15まで絶対勝たせるつもりで動画出すんでよろしくお願いします。はい。ということで、続いての情報でございますが、こちらでございます。年末年始イベントですね。はい。今、魔法石225個配布のうちの220個喋りましたね。まあ、あと、初クリア報酬あるんで221個喋りましたが、はい。続いてこちらでございます。はい。魔法石は配布ですね。これ1月1日0時に配布されます。2024年でございますね。はい。ログインするだけで魔法石100個もらえますということで、はい。これでね、ほぼ情報できりましたね。魔法石配布の225個のうちの220、
240、221個はですね、はい、これです。200個プレゼント、こちらでございます。で、あとはですね、はい、修羅チャレンジャー来ますよってことで、これはね、公式放送で、情報出てましたが、12月31日の大晦日の12時、お昼からですね、1月8日までですね、はい、修羅のダンジョンをちょっとね、いろいろくっつけて、修羅っていうのは、魔紋と、魔紋は、メノアのやつね、ランク上げするやつ、メノア、魔紋と、あと、裏魔老と、あとあれですね、このヘキサゼオンとか出てくる、気候上を全部ね、いい感じにつなぎ合わせたダンジョンを作りまして、で、それを再編集してですね、はい、修羅チャレンジとして投稿するよということらしいです。まだ動画出します、これも。楽しみですね。はい。まあ、お正月ののんびりしながらやるやつです。はい。で、続いてこちら、百花繚乱5などのスタミナ加護分の1、まあ、どうでも良さそうですね。はい。そしてこれね、今もう動画出したんですけど、対象ダンジョンスタミナ3分の1で、熱いのは対象ダンジョンがずっと出現することでございます。これね、シバドラ等ですね、モンポリュードラゴンがスタミナ3分の1でずっと出現しますので、シバドラ作り出したりとか、オーディンドラゴン作ったりとか、特に武器ですね。はい、するのがいいかなと思います。そしてこちら、ルビドラカーバンクルが1日4回出現。いいですね。ゲリラです。で、正月限定の特別なダンジョンが登場ということで。はい。なんか正月限定で一度きりのクリアボーナス魔法石と、クリアボーナス魔法石とリアナモンスターがゲットできるぞってことで。はい、ここでですね。はい、225個のうちのですね、3個出てきました。ここに3つございます。はい、これで224個になりましたね。配布魔法石が。はい。あと1個でございます。で、遅延耐性玉ドラなど、スペシャルダンジョン、蓬莱の航路が出現しました。ということで、はい。ここね、初クリアするとね、プラス1個でございます。これで225個の想定でございました。私の中ではね。はい。他にも初クリアでもらえる魔法石あると思うんで、まあ、もうワンチャン230個ぐらいまでいくかなと思いますけど、まあ、私の中では225個ということでございます。はい。で、確定で、遅延耐性が2体ドロップですね。で、ダイヤキングドラゴンと、リッチゴールドドラゴンなどもドロップしますよってことで、蓬莱の航路ね、はい。まあ、これも周回編成も投稿したことあると思うんで、はい。まあ、また新しく更新するか、またリマインドでその編成を投稿するかわかんないですけど、またまとめて動画投稿します。で、極錬のモンスター経験値2倍ですね。極錬、極錬、錬磨ですね。経験値2倍。ただ、ラン経験値は上がらないみたいですね。はい。で、9段がこちらですね。はい。裏、神秘の次元など、スタミナ24でございます。はい。これは、裏神秘、神秘の次元、修羅と、修羅の限界、こちらがですね、スタミナ24になるみたいですね。2024年だからだね。はい。ということでございました。以上ですね。はい。年末年始のイベント総まとめでございました。まあ、魔法石230個ぐらいね、225個もらえるのが熱いかなってところでございますね。はい。ということで、続いてなんですけど、続いてね、さらっと正月の新キャラ性能出ておりますので、軽く見ていこうと思います。はい。軽くね、見ていきます。まずは、山田積み&山積みですね。3つ持っていて、2段変身とですね。はい。で、変身しますということです。30段変身ですね。変身後、こちらです。バインド封印に 10C5 個、無効貫通ですね。6ターンのスキルで2ターンの間、自分の上限60億で、ダブル吸収ですね。へえ、ダブル吸収か。で、ルーレットとロック解除です。はい。まあ、ルーレット、ダブル吸収、6ターン、強いですね。はい。で、水木。あ、また水木だな。さっきの1月の交換所キャラクターも水木だったから不思議ですね。はい。で、水木回復の同時消しでダメージを半減15倍5、4コンボ加算で水時の全パラが 2.5 倍ですということですね。実 HP5 倍だね。高いね。耐久力も高くて火力も高いですね。というキャラクターでございます。はい。で、続いてですね。武器こちら。10C 泥鏡4つ、泥鏡4つと。あ、10C 武器ですね。3ターンダブル吸収2ターン変身と。あ、10C 泥鏡武器で結構強いかもしれないですね。まあ、10C 武器だったらね、正直代用効くんですよね。10C 武器今のところは10C 武器で代用可能。特によく使うのが 10C チーム HP 武器でございますから、まあ代用効きそうですね、今のところね。はい。ということで、和田積み&山積みでございました。はい。続いて、はい。さあ、何体ぐらい情報出てんのかな？はい。3体ですね、出てますね。続いてこちら、チュワンです。はい、チュワン。これ確定枠っぽいな。7C8個にたこ焼き2個ずつに、無効貫通2つ。5ターンのスキルで5ターン軽減ループだ。で、1ターンの間、盤面が76番目になります。落ち込んだし、指4秒。消すたびに 11.8 倍の HP と回復力が5倍ですね。あ、消すたび 1.8 倍か。え、1.8 倍？高そうだね、火力ね、これね。ただ、ベースの何倍とかがないから、実際に使ってみないとわかんないよな。はい。ただ、消すたび 1.8 倍強そうです。はい。え、でも、どうなんだろうな。どうなんですかね、ちょっと謎ですね。まあ、軽減ループなのは確かです。軽減ループで強いのは確かでございますね。はい。です。チュアンです。確定枠っぽいですね、顔が。はい。で、武器、スキブ2個、チーム回復2つ、指2秒、16ターンのスキルで4ターン遅延ですね。実質スキブが16ですね。スキブ2個の4ターン遅延と。2ターンの間、全員の攻撃力が2倍、6コンボ加算となっております。
そしてこちら、チュアンの武器もう一個、これ強い、スキブ、暗闇完全体質に 7C2 つ。5ターンのスキルで5ターンの間、軽減ループ1ターンの間、7、6番目かでございますね。はい。まあ武器もいいですね。ただ、なんかあれですね、今月の1月の新キャラ、そこまでぶっ飛んで尖ってはないですね。はい。続いてです。こちらですね。はい、ノルディスでございますということで、これは交換所でテイトできるモンスターだそうです。交換所キャラクターですね。ノルディス、周回線路って言ってましたね。はい、蝶つなげ2個持っていて、列2つに 7C2 つ。18ターンのスキルで2ターンの間無効貫通のグラビティです。わ、無効貫通グラビティスキル蝶つなげで、ね、はい。で、変身後、進化スキル後がですね。ああ、そういう感じね。3ターンのスキルで上2列を木に下2列を光にの蝶つなぎ生成するんだ。マジか。そういう感じか。あら。これ3体集めろってことだね。だからね。で、木か光を10個以上つなげて消すと激減35倍固定500万ダメージです。うわぁ。なるほどね。ノルディス、取るのみんなちゃんと。みんな取るなら動画出すけど、また結局みんな取らないから中途半端になるんじゃないのこれ大丈夫なの？はい。かなりいい性能してますよ。シバドラ並みでございます。で、シバドラ並みだけど、じゃあシバドラを超えるかどうかってところなんですよね。いやー、どうなんだろうな。木か光を10個常時消しで激減35倍、ここで500万ダメージ。いやー、どうなんだろうな。木と光の蝶つなぎ生成ですね。いやー、楽しみですね、これ。いやー、どうだろう。本当に強いかな。みんな取るんかな。はい、まあ、これ交換所キャラクターなんで、まあ、多分周回する必要があると思うんですけど、何らかのね。はい。いや、皆様がたくさん取れるように動画投稿しますけど、どうですかね。3体、まあ、取ってほしいですけど、多分黒メタルも使うんで、で、まあ、シバドラを差し置いて、このノルディス時代来るんかな。はい。あ、そのレベルですよ。これは、シバドラを差し置くかどうかのレベルぐらいまで強いと思いますけど、じゃあ、実際どうなるのかっていうと、ちょっと怪しいラインだと思ってるんで、慎重に喋ってます。はい。ですね、武器こちらですね。列3つずつに、自動回復4つですね。ハッターのスキルで1ターンの間、無効貫通の6回以上、上2列、下2列を2個ずつ蝶つなげを生成しますと。はい。まあ、武器こんなもんでしょ。自動回復ね。はい。あ、で、交換じゃ、やっぱ黒メタル使うんだよね。そうだよね。黒メタル交換でございます。はい。うわ、なんか懐かしいキャラ並んでますね。黒メタル交換です。ってことは、黒メタル6枚ね。あと、周回が必要ですね、これ。で、3体少なくともいるんで、30体の、まあ、この奇跡が必要ですよって感じになってます。はい。ということで、無課金シバドラ級リーダーの、シバドラ級キャラクターの実装でございました。はい。ということで、以上、正月の新キャラ、ちょっとした情報でございました。はい。これもね、合わせて皆様、感想、コメントとしてくれたら嬉しいです。特にノルディス、みんな取るつもり、いや、絶対取るだろうっていう人、そして、めんどくさいなっていう気持ちの人、いろいろいると思うんでね、ぜひね、正直な気持ちを教えてください。私はね、なんだかんだみんな取らないんじゃないかなと思ってます。今、取る人もいると思うけどね。はい。ということで、以上です。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。